いします。お願いします。お願いします。はい、では10秒前です。誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せて、この番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きして、ざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索していただきますとすぐに出てきますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。本日は収録放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、約4年の壮絶な恋愛経験から心理学を学び、カウンセラーになって3年、個人セッションはなんと毎月満員御礼、ご自身は婚活を始めて8ヶ月で理想のパートナーと出会いご結婚、何も付け足さない、ありのままで愛される女性を増やすため恋愛カウンセラーとして活動中のある方にお越しいただいております。 CM の後お話伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。今 CM です。緊張してます。そうですね、あと2つ CM 残ってます。夏子さんの声が聞こえないから CM 中ね、はい、うん、CM が流れてるんで、そう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 、
はい、ラスト1個です。はい、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は収録放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャルなゲスト様をご紹介したいと思います。約4年の壮絶な恋愛経験から心理学を学び、ありのままで愛される女性を増やすための恋愛カウンセラーになって3年、個人セッションはなんと毎月満員御礼。ご自身は婚活を始めて理想のパートナーと出会い、交際ゼロ日婚でもいいと言われるほど溺愛され、出会って8ヶ月目にご結婚、現在も恋愛カウンセラーとしてご活躍中の千葉夏子さんにお越しいただきました。夏子さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますお久しぶりですお久しぶりですでは早速、先にですね、自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、はい、彼に振り回されてばかりの女性から、はい、愛されている私という状態が日常になるためのサポートをしています、うんうん、恋愛カウンセラーの千葉夏子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、夏子さんは東京にお住まいなんですよね。はい、東京からズームでよろしくお願いします、うん、ですよね。今日は初めてのズーム収録っていうことで、で、夏子さんは恋愛カウンセラーをされてるんですけど、オンラインの、まあ、東京とかは対面で会ってカウンセリングされてるんですよね。はい、うん、でも、このカウンセラーとして、お話を伺うっていうこのクライアントさんは全国の方が対象で、で、全国を展開してね、はい、カウンセラーをされてるんですけども、実は私も夏子さんにお世話になった一人で、本当にすごい夏子さんのおかげですごい人生が変わったって言っても過言じゃないぐらい、本当に人生を変えてくれた方の、ね、一人ですね。本当にありがとうございますすごい、ね、それで今日こんな風にね、ラジオでね、お話できるのがすごく嬉しいなと思うんですけど、まあ、だから私も沖縄にいるので、このズームでね、オンラインでいつもこうカウンセリングしてもらって、ね、あの時なんかやってたみたいですね、今日ね。そうですね、なんか不思議な形の再会ですけど、ね、そうですよねいや本当になんか自分がね、すごい恋愛、一つの恋愛が終わってすごく辛かった時に、私はこのままの自分じゃダメだなって思って、でそれでなんか自分の考え方とかがなんか良くないっていうか、何かを変えないと自分の人生はこのままじゃ変わらないんじゃないかって思って、ネットで検索したところから夏子さんとお会いすることができたんですけど、それで本当に人生変わることができたので、今日ちょっと今ちょっとモヤモヤしてるなとか思われている女性がいたら、今日ね、ぜひ夏子さんのお話をね、いろいろ聞いてもらいたいなって思うんですけども、はい、はい、うん、じゃあ早速なんか質問の方をですね、移らさせてもらいたいと思います。はい、はい、恋愛カウンセラーに至るまでの経緯とか、はい、うん、知らない方もいらっしゃると思うので、何かそこの辺をお話ししてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、もうなんか最初の恋愛からずっと、なんて言うんでしょう、もうこじらせてたので、ずっとずたぼろではあったんですけど、もう一番しんどかった恋愛が4年間あったんですけど、もう本当になんて言うんでしょう、全部彼の思い通りにしたい、尽くしたい。で、彼が、ちょっと遠くに住んでたので、もう毎回、まあ、茨城だったんですけど、東京から茨城に2時間、3時間ぐらいかけて毎回通うとか、はい、うーん、あとは何だろう、通った先で2、3時間待つとかが普通だったんですね。
もう会社が休みの日なのに時間に縛られたくないっていう人だったから、私はずっと待ってたりとか、あと彼のためにその音楽が共通の趣味だったので、その始発で並んで彼のためだけに一人でグッズを買いに行くとかやってました。なんかあと炎天下の下で4時間ぐらい並んで、いろんな彼の同僚さんとかからグッズ、これもお願い、これもお願いって言われた結果、お金が足りなくなってしまって、隣のお兄さんにお金を借りるとか。そうなんですか？ なんかあの、おろしに行くにも列から出なきゃいけないじゃないですか。これはまずいぞ。でも、できなかったって言ったら嫌われちゃうって思いが強かったので、まだあと2時間ぐらいは並ぶぞって思ったので、1時間ぐらいかけて、今日暑いですねとか言って話しかけて、ああ、すいません、お金が足りなくなっちゃったとかいう、その芝居をしながら、いや、いいですよって言ってくださる方だったから、るんですか？ いました。いる、すごいですね。ありがとうございますってやって、その後、彼と合流してお返ししてもらうとか、もうそんなことばっかりやって、でも、お疲れみたいな感じだったんだよ、その時の彼は。そんな中で、頑張っているけれども愛されなくて、本当になんかブスとかうざいとか、本当にしつこいんだよとか、他に女性はいくらでもいるんだからねとか言われながら、気が利くっていう恋愛をすごく、なんか、依存ですよね。そういう恋愛をずっとしてきて、で、だんだん自分の感情も抑えるようになって、悲しいとか、彼にこうしてほしいとかいう要望も全部抑え込んで、もうずっと笑顔で、もうイエスマンみたいになっちゃったんですよね。で、ある日、私も恵美子さんと同じようにブログをチェックしてたら、その心理カウンセラーさんのブログに、あなたはもうすでに頑張ってるよっていう言葉があって、それが目に飛び込んできたんですね。そこで、あ、私頑張ってたんだ。もうこれ以上頑張れないじゃんってことに気づいたんですよね。気づいた瞬間に、あ、今まで自分になんてことをしてしまったんだろうとか、本当になんか辛い思いさせたよね、ごめんねって、本気で思ってすごい泣いた瞬間に、あ、もう好きだけれども彼との恋愛はやめようって決意をして、そこからそのブログの心理カウンセラーさんの講座に通って、自分の人生変えたいって思うようになって、で、通っていくうちに自分の心も整っていくし、あとは、女性が SNS で一人でお仕事するっていう、こういう選択肢があるんだっていうのもびっくりだったんですね。で、なんかこういう自由な働き方ってすごい楽しそうだなと思って、私ももうずっと正社員で生きていくものだと思ってたので、こういう仕事をして、その起業という働き方をした、そこからの景色を私も見てみたいという、楽しそうだけで入ってきちゃいました。それがカウンセラーになるまでのざっくりとした流れですかね。すごいですよね。なんかそうです本当か？人生大逆転っていうか、ねえ、だからすごい景色がめちゃくちゃ変わったんじゃないんですか？変わりましたですね。よね。もうなんか時間にも場所にも縛られないって、なんか私これ求めてたんだなって思いました。そうなるまでに、でもそんな長くなかったですよね。そうですか？多まあでも長く、分、うん。時間をかけずに、う経験を全然せずん。にうん。やっちゃったっていう感じなので、ああ。そこまで短かったかもしれないですね。いや、でも、私が出会った時は、夏子さんはカウンセラーになってまだ2年だったんですけど、2年ってね、なんか一般的に聞くと、すごい、まだそんな長くない感じするんですけど、でも、このカウンセリングの内容っていうのは、本当にすごく、満足のいくもので、ありがとうございます。3ヶ月でしたかね？ 5 ヶ月？ 3 ヶ月ぐらいでしたかね？3、4ヶ月、3、4ヶ4ヶ月で月？したかね。でしたかね？ぐらいの間なんですけど、
に LINE とかでねいろいろ相談できるっていうのがあって、でそれをみっちりやってもらったら本当に自分の思考ごと変わったって感じですね。いや本当に恵美子さんの思考も変わったし表情も変わったしなんかチャレンジもどんどんするようになってアクティブになりましたね。そうですよね、もしかしたらね、それもなんかもうそこからが始まりかもしれないですね。嬉しい、ありがとうございます。いやでも本当夏子さんって私の憧れの女性っていうか、すごいやっぱりね、どんな女性も本当にそのままで愛されたいし、女性としてやっぱり活躍もしたいし、そういう意味ではね本当になんかすごい鏡になるっていうか、その光ってになるっていうか、まあすごい今でもすごく尊敬してる女性の方の一人なんですけど。ありがとうございます。うん、でもなんかこのやっぱり満足してもらうまでってこう大変だったんじゃないですか。大変でしたし、うん、怖かったですね。もう失敗しちゃったらどうしようとか。そうですよね。なんかだってもう人ってそれぞれ悩みも違う、ね、同じ恋愛だとしてもやっぱりね悩んでることって全然違うし、考え方も違うし、はい、当然ですけど、ってなったら本当に今まで夏子さんもねカウンセラーのそのずっとなりたくてずっと昔から勉強してきたわけじゃないし。じゃないです。ですよね。はい、全然ですよね。どうやってそんな風になれたんですか。最初は、うん、なんて言うんでしょう、いいなって思った人たちがみんな SNS で起業してたので、はい、もうとりあえずブログやってみるっていうところから始まって、うん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 、で私がブログをやってるんだとか、うん、あと本当その時は起業の木の字も言うの恥ずかしかったぐらいなんですけど、やりたいと思ってるんだっていうのを周りの人、その心理学の講座とかで出会った人に言ってみたら、うん、私はブログを教えることできるよって言ってくれるお友達が現れて、うん、その時また怖い、どうしよう、教わったらやんなきゃいけなくなっちゃうとかいうざわざわもあったんですけど、うん、でもやりたいって言ったからにはもう飛び込んでみるっていうのをやってみて、うん、飛び込んでいったら、うん、ブログは書けるようになってきて、そこからお茶会とかセッションとかやるようになってきて、うん、そしたら次は、こういうビジネスの先生がいるよっていう情報が入ってきたりとか、うん、そうするとまたここに飛び込んでみようとか、うん、ビジネスをやっていくうちに、うん、自分は心理学とか、 なんかカウンセリングとかの知識足りないなと思ったら、またそういう学びを見つけた瞬間に飛び込んでみるとかをやりながら、うん、かつお客様の対応をさせていただきながら、うん、っていう感じなので、もう行き当たりばったりでしたね、最初。あ、でもすごいですね、必要になった時に必要なその情報が入ってきたりとか、すごいしたんですね。いや、多分皆さん来てると思いますよ、うん、本当に欲しいと思った、なるほど、そこになんか怖いけど飛び込めるかどうかなんじゃないですか、ね、なるほどね。夏子さんのそれ実際のカウンセリングの中にもあって、私もすっごい覚えてるんですけど、はい、それってあれラスですよね。あ、そうですね、ですよね。何でしたっけ、説明してもらってもいいですか。はい、ラスっていうのは、はい、うん、自分が、うん、視覚とか聴覚とか、うん、触覚とかいろんな五感で情報をタッチ したものの中から、うん、自分に本当に必要な情報をここにあるフィルターを通して、うん、取捨選択するような機能なんですよね、うんうんうん、本当にいろんな情報がありすぎてそれを情報処理してたら、うん、エネルギー使いすぎて、うん、人は死んでしまうので、うんうん、そこから必要な情報だけをピックアップすることによって、うん、自分たちがその情報を処理できる、うんうんうん、だから例えば運転してて、うん、あ、ご飯食べたいなって時になったら、うん、やたらとご飯屋さんが目に入る。あ、なるほどなるほど、うんうんうん、あとは学校でいっぱい人がいる中でも好きな人だけは見つけられるとか、うんうん、あ、わかる。見つけれますよね。見つけられますよね。やたら最近なんかよく見るなとか思ったら、多分自分が情報を選択してるんですよね。なんかハワイ行きたいなとか思ったら、そういう本のコーナーにフラッと行っちゃうとか。わかる。それなんかハワイばっかり目について今流行ってるのかなみたいな、そういうのですよね。そうそうそう、うーん、それが例
例えばネガティブなこととかポジティブなことにも働くから、あ、なるほど。自分はダメなんだっていうフィルターがある人は、もう自分がダメな理由ばっかりが入ってくあ、なるほど。る。あ、今の顔ムスッとされたからきっと私がダメなんだとか、あ、なんかすごい不運なことばっかり起こるなとか、私ばっかりみたいな気持ちになったりとかするのも、出すっていうフィルターがあるから入ってきちゃう。逆に言えばそれをポジティブなフィルターにしていけば、私って愛されてるなとか、人生楽しいなっていうものにどんどん変えていけるんですよなるね。ほどね。だから自分がこの得たい情報をの、ね、自分で無意識にそれを選択してて拾ってるっていうことなんですよね。そうなんですよね。それをね、私もどれぐらいの種類を受け取ってるんでしたっけ、自分の中に。なんか数がありましたよね。数。なんか9、6万なんか分かんないけど、あすっあ、ごなんいか、ありましたよね。数字忘れちゃったんですけど、確か1万、パソコンの情報処理単位で1万ぐらいの100万だったかな？の情報の中で、35ぐらいしか受け取ってない。そんだけある情報の中で自分が得たいものだけをそんなに絞って吸収してるってことですよね、自分のフィルそターうをな通んしですて。よ。だからネガティブでそれを詰め込んでしまうのはもったいないんでもっすよたいね。ないですね。いや、でも私それすごい聞いて、すごいそうなんだってめっちゃ思って、めっちゃ意識するようになりましたね。素敵。なんかそうすると、あ、私意識したからこれ入ってくる、来たんだなみたいなのが結構あったりして、すごい意識ってね、大事だなって、思うんですけども。いや、なんかいろいろ聞いていきたいので、なんかカウンセラーさんに聞きたいみたいなこともね、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、夏子さんのこの代名詞っていうか、彼への依存、執着、自己犠牲を手放して、何も付け足さない、何も提供しなくても、ありのままで愛されるっていうのを目指されてると思うんですけど、そうするにはズバリどうしたらいいですか？誰よりも一番自分を楽しませてあげることかなって思うんですよね。自分が自分をまず楽しませそうてあです。げる。自分のご機嫌をとって、自分を可愛がって自分を愛してあげること。で、何も提供してないっていうのは自分目線じゃないですか。なるほど。でも、相手目線からすると、もしかしたら、その彼女が楽しそうにしてるハッピーな雰囲気とか、笑顔とか、あと彼女が新しい趣味を発見したその刺激とかを受けてるかもしれないじゃないですか。だから自分がそのしんどいこととかはやんなくていいっていうのが何も提供しない。やりたいことをやって自分が楽しく過ごしていれば、そんなあなたが本当に素敵でこれからもずっと一緒にいたいっていう男性は必ず現れるんですよね。でも例えば一緒に住んでいて、なんかやっぱりそしたら役割分担だったりとか、お互いのこの今までね、生きてきたこの環境の違いから、全部が初めから合うっていうふうにならなかった時とかは、なんかそういう時とか、なんか他にも、なんだろう、全てがやっぱり合うわけじゃない時もあるじゃないですか。ありそうますいうね。時に、例えば自分の気持ちばっかり優先してたら、やっぱ相手が我慢することになってしまうし、そういう時ってどういうふうにしたらいいんですか？と、大抵は自分がやらなきゃいけないって思ってることって妄想だったりするんですよね。洗濯しなきゃいけない、料理しなきゃいけないとか。相手が求めてるレベルがこんぐらいだったとしても、自分が求めてるレベルがこんぐらいだったかもしれない。だからそこは彼がどう思ってるのかをお話し、愛して、なんて言うんでしょう、合わせていくっていうのも大事ですし、どっちもやりたくないことは2人でやってもいいですし、あと本当にやりたくなかったら、外注しちゃってもいいと思いますし、自分が何が嫌で、で、できることはやるとか。あと私が究極的に思ってるのは、料理と洗濯以外は家事じゃないと思ってるんですね。料理と洗濯以外は家事じゃない。食べないと生きられないし、
洋服がないとお外行けなくなっちゃうから、もうそれ以外やんなくたって死なないよって思ってます。そう考えたらだいぶやること減るし、最低限やっとけばいいんだなって思うと楽になれるんじゃないかなと思いああ、そうですね。確かに、そういう考え方したら、あれもこれもやらないといけないと思ったらしんどいですもんね。そうなんですよ。ああ、なるほ大抵ど。ね、やんなさいなんて言われてないと思うんですよね。やんなきゃいけないに自分がとらわれてるだけだったりする。ああ、なるほど。あと、できる風に見せない方がいいと思います。ああ、それ大事ですね。なんつかい最初つかいなんらか、かっ飛ばしちゃうとわかります。そのタイプです。できる女性だから。でも、後でなんか、なんか疲れたな、みたいな、なるんですよそう、ね。そういう人だったんだってなるから、もう最初からそうですよもうね。できないならできませんのスタンスで行った方が、やってほしい男性はどっか行ってくれるんですよ。で、できないスタンスでもあなたがいいよって言ってくれる人がそばにくっつくわけだから、そしたらやんなくたって特に支障ないですよね。そうですね。なるほ無理どしないが一ね。番です本よ。当ですね。でもなんか一番こう、女の子がみんなちょっと怖いってなるのが、多分なんか、他にいないんじゃないか。この人と別れたら次いないんじゃないかってなんか、思いがちな人多いと思うんですよ。そういうのはなんか、どうしたらいいですか？どんな風に考えたらいいとか、なんかメッセージあります？そういう人たちに向けて。もう必ずいるとしか言いようがないんですけど、なんか、ちょっと心強いですね、そういうふうに言われると。だってえみこさんが出会った人の中で身がなかった人なんていますか？えみこさんが出会った中で魅力が一つもない人なんていなかったと思うんですよね。まあまあ、そうですね。そう、それぞれに素敵な場所が素敵なところがあって、でそういう女性を求めている男性がいるし、見渡せば男性なんていくらでもいるし、で実際にこの人しかいないって思っても別れてしまった後ってなんとかなってきたと思うんですよね。わかります。別れてもういないんじゃないって思っても案外できたりとかしますよね。なんか、いないんじゃなくて、出会いの場に行くのが嫌だったりとか、また新しい出会いを始めるのが億劫だったりとか、ありますね。だからもう、私には彼しかいないのって思ってく方が楽だったっていう場合もありますよね。ど。自分がそれが楽なんですね、意外に。なんなか、るほ辛いど。辛いって言ってる時が一番楽ですね。なんかでも、わかるかもしれないです。確かに。気づいてないけど、そういうのあるかもしれないですありまね。す。気づきたくない場合ですね。なるほど。でもなんか、夏子さんに、まあ今はね、私も夏子さんのカウンセリングを受けて結構ね、意識が変わったんですけど、なんか、私、それ今言ったことを言ってた時があって、夏子さんに、もういないんじゃないんですか、みたいな感じで言ってたことがあって、で、夏子さんがその時に、なんかそう思うからいないんですよって、まあその時も力強くおっしゃっていただいて、で、まあそうだよな、と思って。で、それで、そう、出会いの場に自分が行かないから出会わないんですよって。で、行ったら絶対にそういう出会いがあるので、行動しないと、まず自分が行動しないとダメですって言われて、まあそうだよなと思って、まあちょっとそっから頑張ったんですけどね。ではい、頑も、張りましたね。で、びっくりしたのが、夏子さん、すごい信じられないぐらい、頑張られてたんですよね、その裏で。頑張りましで、た。いや、なんか、私は、まあ、なんて言うんですか、口でそう言って言うのは、やっぱり簡単じゃないですか。ねえ。で、なんかでも、まあでも、なんて言うんですか、言ってることはわかるから、私も行動しなきゃいけないなって思って、まあ実際行動したんですけど、夏子さんはですね、それをなんか自分でも実際に実行されていて、で、まあ、それを実行した結果、本当に全て理想の、男性の方にお会いすることができて、ご結婚されたんですけど、その数がですね、すごいびっくりするんですけど、まあ、マッチングアプリとか、まあ、メインがマッチングアプリですよね。
で、まあ、たまに婚活パーティーとか行かれて、はい、実際にそういう場所に行って活動されてたんですけど、なんとですね8ヶ月間ですね。で、まあ、ちょっとその間2ヶ月間お休みしてたから、まあ正味本当は6ヶ月間ですね、うん、で、はい、間で何人だと思います、キャンさん何人の方とやり取りして、はい、何人の方と実際にお会いしたと思います？100人とかですかね。あと、メッセージのやり取りってことです、はい、で何人と出会われたと思います？半年間で。半年間で、はい、半年間で実際に出会ったのは10人とかじゃないですか。10人、はい、ファイナルアンサーでいいですかいいですか、はい、答えはですね、はい、なんと半年間で524人とやり取り、はい、で96人の男性と出会ったんです、めちゃくちゃびっくりじゃないですか、はい、すごいですよね。あ、僕努力足りないですね。いや、私も、もう私もその数字見てめちゃくちゃびっくりして、はい、いや、夏子さんかっこよすぎる、ってかすごすぎる、なんかかっこいいと思ってくださったんですね。いや、かっこいいと思いました。やっぱり、まあ、自分が一番先頭に立ってじゃないですけど、言ったことを実行されてて、うん、本当にすごいかっこいいなって思ったし、ありがとうございます、うん、なんか私は少しだけちょっとやり取りしたぐらいで、すごい頑張ってるつもりになってたんですよ、うん、でも本当にその数字を見て、もう全然足りないなってすっごい思ったし、あ、もうこういうことなんだってすごい思った記憶があるんですけど、はい、うん、で、まあ、96人目の男性がその今の旦那さんなんですよね。はい、そうですね。あ、どうですか、幸せですか今めちゃくちゃ幸せですね。幸せそうですよね。ブログとか見てても本当に幸せそうで、うん、ありがとうございます。こんな幸せあったんだっていう感じですね。ああ、そうですか、うん、結婚っていいですか？あ、もうすごいいいです。へえ、そうですよね。まあ別に結婚が全てじゃないとは思うんですけど、まあでもね、2人で一緒にね、はい、うん、楽しく過ごせるんだったらすごいいいですよね、うん、安心しますね、うん、でも私この、数字見たのがもうカウンセリングが終わった後だったので、このことをちょっとまだ詳しくお聞きしてなかったんですけど、なんで今日ちょっと聞いてみたいんですけど、なんかその524人とやり取りして、まあ、まずたくさんいる中で、まあ、例えば自分がマッチングアプリ登録しました、それでこの人と会話してもいいかなと思う基準とかってどういうのを基準にされてたんです？基準は本当最低ラインにしていて、うん、私身長が高めなのでヒール履いちゃうと172ぐらいになっちゃうので、その172センチ以上の人、うん、目線が一緒以上の人と、うん、あとはタバコ吸わない人と、うん、と大学を卒業してる人、この3つだけ、うん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 、であとは写真がなんか顔が写ってないとかじゃなく、まともそうな人、うん、で、うんうん、いいねをさせていただいて、うん、で連絡のやり取りしてましたね。うん、そうですよね。夏子さんなんか私にアドバイスくれた時に、風景とかじゃなくてちゃんと顔が映ってる人っていうのを、なんか真正面でしたっけを映してる人だったらもういいんじゃないみたいな感じでアドバイスくれましたよね。そうです、そうです。もうなんかまともそうな人だったら、うん、それは喋ってみないともう分かんないと思うので。うん、なるほど、うんうん、そうですよね。でそっから実際にお会いする人になる、絞るには何を基準にされたんです？まあ、楽しいとかもあるとは思うんですけど。楽しくなくて OK、うん、あ、楽しくなくて OK なんですか？なんか普通の会話、社会人としての普通の会話ができれば OK ですね。なるほどなるほど。なんか私は会う前にちょっと結構なんかいろいろ話、もうその中でも会う前に会話とかしてたりしたんですけど、夏子さんはどうされてました？はい、私も会話はしてたんですけど、うん、まあ、普通に敬語でやり取りできる人、うん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 、あといきなりなんか慣れ慣れしくない人、うん、で、あとなんか単語とかでそうだよねとかだけじゃない普通に会話ができる人であれば、うんうん、本当に 2,3 日とか1週間ぐらいで会ってましたね。うん、あ、なるほど、すごいですね2,3 日で会う。でもそれ結構大事ですよ。だからこの人数会えるってことですよね。うん、そうですね、うんうん、なんか1ヶ月後にこの人違うって発覚しても嫌じゃないですか。でも半年間でこんな人数と会うってどんなスケジュールでされてたんですか？
昼、ティータイム、うん、ディナーです。昼、ティータイム、ディナー。なるほど。え、12時、3時、16時みたいな感じですか？こんな感じです。あで、必ず、私は東京に住んでるので、うん、新宿って決めて、うん、はいはいはい。だから、次のデートへは徒歩で行ける範囲内なんです。ああ、なるほど。あなるほど。移動距離もかからないと。あ、そうです、そうです。で、うん、一人、例えば、昼ご飯に予定が入ったのであれば、うん、今連絡している人の中から、うん、明日か明後日のこの時間どうですかって、うん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 、お誘いして、もうなるべく同じ日に、土日に固めるとかして、うんうん、はしごしてました。はしごどうでした？実際それだけの人数と会われて、はい、どんな感想ですか？なんか疲れたとかすごいエネルギー使ったとか、それとも楽しかったとか、どんな感じなんですか？はい、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかったですね。なんて言うんでしょう、うん、自分が普段出会えないようなお仕事をされてる方とか、うん、自分とは全く違う人生を歩んでいる方のお話を聞けるっていうのが純粋に楽しくて、うんうんうん、そうやって聞いてると仲良くなれて、うん、で女性として大事に扱ってくださる方も多かったので、うん、なんかすごく学びの多い楽しい時間でした。大変でしたけどね。あ、やっぱり大変なのは大変なんですか？大変でしたよ。もうだからやっぱお休み期間がないと続かなかったですね。あ、なるほど。なんかあと結構そのデート代っていうかね、その会った時のお食事代とかも結構かかりそうですけど、そういうのはもうしょうがないって感じで進めた方がいいですか？しょうがないですね。なるほど。でも男性の方が大変だと思いますよ、うん、たくさんごちそうしてくださる方も多かったので、だから私は、うん、まあなんだろう、ありがたいなって、うん、女性の方が得だなって思いました、うんうん、なるほど。へえ、うん、まあでもそうですね、なんかたくさんあってこの人が運命の人かもとか、なんか重い感じで毎回会うとなんか違ったみたいな感じでちょっと疲れてしまいそうですけど、なんかどんな人なんだろう、なんか普段会わない人だし、どんな話が聞けるんだろうみたいな感じで軽い感じで行くと、ね、気も楽だし、なんか別にね、その人とその先進まなくても、あ、楽しかったなって終われそうですよね。そうです、そうです。すごいまた有意義な時間だったなって、ありがとうございましたで。なるほど。先がなくても対話。なるほど、なるほど。いや、でも大事ですね。やっぱりなんか出会いって結構数って結構聞いたり他で聞いたりもするので、やっぱり自分がそういうところに行くってね、大事ですよね。はい。うん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 、人間的にも成長させていただいた感じがしますね。そうですよね。はい。うんうんうん。じゃあ、一旦ここで CM を挟みたいと思いますので、後半またお話伺っていきたいと思います。一旦 CM です。アイラブも流します。アイラブも流します。そうですよね、あと16分ですよ。そうですね、流すとちょっとその時間があるので。あ、でも音楽流したいので、はい、今もそのまま CM 行くタイミングでそのまま流しちゃいます。いや別に流します。でも CM 行きましょう。 CM はじゃあそのまま行きましょう。いいです、いいです、いいです、はい、でそれで一回開けて、で、もうすぐ、そうですね、もうちょっと喋ったらもうすぐ行った方がいいかもしれません。そうですね、はい、じゃあキャンさんとの恋愛カウンセラーのやつはなしにして、はい、なしで大丈夫です、全然、はい。すいません。いえいえ。じゃあ歌入れたら5分だから、残り10分だけど、最後エンディング2分だから8分ぐらいですよね。そうですね。うん、残り8分ぐらい話ができるから。でも結構メインは一応聞けたかなと思うんですけど、どうですか、息子さん。ですよね。うん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 。じゃあ、もう一個聞きたいのがあるのと、はい、あとは、他に聞くこともあるので、うん、大丈夫です。はい、じゃあ音楽も流して、うん、音楽
楽じゃあちょっと聞いて 2,3 質問してから、はい、最後音楽流します。そうです。でそれで最後夏子さんの、ブログの案内をしてエンディングって感じで、はい、はい、そんな流れで、はい、分かりました、はい、先にでも音楽行った方がいいですか、ね、がいいかなと思います。もし流したいのであれば、どうし、そうです、喋っちゃうと長くなる可能性あるので。ですよね。じゃあ先にやっぱ音楽入りましょうね。はい、早いですね。もっといろいろね話聞きたいのに。はい、じゃあ曲終わりますので、はい、マイク、田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けしています。後半も恋愛カウンセラーの千葉夏子さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、ね、で今それだけの人数あわれてね、すごい今幸せな、結婚生活を送られているっていうことなんですけど、ここで、はい、1曲ですね、夏子さんの思い出の曲をですねちょっと聞きたいなと思いまして、1曲ねここで曲をお流させてもらおうと思うんですけど、タイトルが、オフィシャルヒゲダンディズムの I Love でしたよね。はい、うん、これはなんでどういった思い出の曲なんですか？これが発売された時に聞いてみて、はい、あ、うん、私と彼の関係というか、うん、彼視点の私にすごい被るなと思って、うん、あ、彼視点の私、ね、うん、夏子さんの気持ちではなくて夏子さんを思う彼氏の、あ、そうです、そうです、気持ちが書かれた歌詞だなってことで思い出の曲なんですよね。はい、うん、なんか何気ない日常を、はい、うんうんうん、に刺激が来たみたいな。なるほどなるほど、うんうん、じゃあここでちょっと一曲、聞いてみたいと思います。じゃあ夏子さんからもう一度タイトルだけ、はい、言ってもらってもいいですか？はい、はい、オフィシャルヒゲダンディズムの I Love です。4分40秒なので、はい、終わったらそのまま BGM にして、でまたトークです。あ、わかりました。じゃあ4分だから、2 20分だから残り10分ですか？曲が終わったら話すのが8分です。この間の会話ができないんですね。そうですね、もったいない。そうですね、うん、山下さんは音がいいからって言ってたんですけど、うん、僕いつもスピーカーでやってるのはこの間も喋れるんで、うん、あ、そうなんですか、はい、へー、スピーカーだったらもうそのままスピーカーから音が出てくるんで、うん、ここでマイク操作だけすれば、うん、あの放送には載っけないけど裏で話ができるとかっていうのは簡単にできるんですよ、うん、へー、どっちがいいかですね、うん、音の方がいいように大事ですね、はい、夏子さんに曲も聴いてほしかった。ぜひあのリスラジの方で、はい、放送日にそうですよ、チェックしていただけたら、そうですよ、はい、あ、リスラジで聴いてください夏子さん。そうですよ、全部曲も聴けますね。そうですね、うん、
オープニングもエンディングも、はい、こんな甘い声出せたらえ、いい声だから出せるんじゃないんですか。その声質は違っても歌は上手いんじゃないんですか。いや、自分どちらかというとロック系だったらっていう感じですかね。おぉ X ジャパンとかだったといいます。え、普通の歌だったらまた変わってくるんですか。普通の歌なかなかちょっと声が合わないというか、はい、あ、まあね、この人は合うとか合わないとかありますよね。そうですね、なんか女性ボーカルの、まあ、あの中島美嘉さんの、うん、あのグラマラススカイとか、なんかちょっとシャウトするような声だったら、うん、いけるんです。あ、声質なんか確かにちょっとね、はい、似たような感じですよね。ちょっと張って歌ったらいけるんですけど、なんか逆に普通にちょっと優しく歌おうとするとガラガラなのが聞こえてしまうので、うん、自分でもあんまり好きじゃないです、あんなでも女性の歌声出せるんですか。そうですね、うん、幼少期は女の子に間違えられるぐらい高かった。そうなんですか、はい、へー。普段から遊んでる友達にアナウンスした時に、うん、今日誰がやってたの、あれ女の子でしょって言われたのがちょっとびっくりしましたあれ俺だけど運動会でちょっと実況やったんで、うん、はい、じゃあ曲が終わります。はい、いや素敵な一曲でしたね、うん、はい、ありがとうございますなんかこの曲をこの男性、なんかそんな深く歌詞を考えたことなかったんですけどね、こうやって夏子さんの彼氏の、まあ、旦那さんの気持ちいいってこう考えたらまたねすごいなんかいい曲だなってねいい曲ですよね。うん、思いましたね。うん、じゃあ、あともうちょっとね、質問、時間あるのでしていきたいんですけど、ありのままとわがまま、そのありのままで愛されるっていうのがあると思うんですけど、ありのままとわがままの違いって、どんな違いがあるとかありますか？はい。うん。自分がどう思ってるか？自分がどう思ってるか？うん。相手がどう受け取るかかなと思っているんですけど、うん。自分が、わがままだって思ったらもうそれはわがままですよね、自分の世界では。なるほど。で、これが私のありのままだよって思ったらありのままの姿になる、うん、で、あー、なるほど。私がありのままの私ですって言って提供したものが相手にとって、うん、いやなんだよそれわがままだよって、うん、なったのなら相手の世界ではそれはわがまま。なるほど。え、そしたらどうしたらいいんですか。だから自分がありのままで振る舞ったことを、うん、なんかわがままって敬遠するんじゃなくて、うん、そのままの君が好きだよって言ってくれる人を選んだ方がいいと思います。あ、なるほど。なんか好きな女の子のわがままだと、うん、わがままだと思わずにやってあげたくなっちゃうのがどこどこからかなと思うんですけど、うん、どうですかね。なるほど。あ、すごい、さすがですね。ありのままとわがままの違いなんだろうって思ったけど、聞いて納得です、うん、あとはなんか思いやりがあればもうありのままでいいんじゃないですかね。うーん、思いやりがないとちょっとわがままになりやすいですよね。うーん、なるほど、うん、そっか、そうですね。そう、だから自分がどうなんかラベリングするかによると思います。うーん、そっかそっか。だからね、え、自分はこうしたいとかあっても、まあ、例えば思いやりとかがあったらまたそれも少し変化があるかもしれないしってことですよね。そうです、そうです。なるほど、まあ、そういうのもね全部やっぱ伝わりますもんね、相手に伝わります。本当にそうですよね。うん、なるほど。夏子さん、今の旦那さんに実はあれですよね、
交際ゼロ日婚でもいいから結婚してくれって言われたんですよね。ました。すごいですよね、そんなこと言われるなんて。ありがたいです。でも夏子さんがいやちょっとさすがにみたいな感じでもうちょっとねお付き合いしてから結婚したいってことで10ヶ月でしたっけ？お付き合いしてから、はい、10ヶ月ですね。ご結婚されたってことなんですけど、なんかその10ヶ月後にもうなんていうんですか、結婚していいかなって思う決め手とかっていうのは何があったんですか？10ヶ月ごとよりはもう付き合う前から、うん、あ結婚するのはこの人だなって、うん、へえ決めてましたね。決めてたんですか？はい、もうそれぐらいの気持ちで飛び込みました。へえ、じゃあ夏子さんも半分以上はいいかなって思ってる感じだったってことですか？思ってましたね。もう付き合ったその日にはなんだろう、将来の話とかしてました。どうやったらそんなになるんですか？やっぱり私なんて言うんでしょう、条件とかで相手を見るんじゃなくて、もうありのままの彼を見てお話ししたっていうことと、もう私自身飾らず本当にそのまんま、ただのわがまま娘だと私は思ってるんですけど、彼からしたらそれが面白いって言ってくれたんですよね。それがなんか本当に良かったし、こんな女性は他にいないって思ってくれたみたいです。なんか話聞いてたらすごいですよね。なんか夏子さんが怒ったりとかねしたりするのさえも、あ、なんかさっきまで喜んでたのに今怒ったみたいな感じで、それさえもなんか楽しんでくれるんですよね。なんかコロコロ変わる表情を見て、なんかそれが、彼はすごい温厚な人だから、はい、こんな人はいなかったから近くに。あ、なるほど。それがなんか楽しいんでしょうね。へー、面白い。だからなんかね、こう、まあ皆さんはどうか分かんないんですけど、私からしたらなんかいつも太陽のように優しくて怒らなくて穏やかな女性が愛されるのかなって思ってたら、分かります。ね、そう、なんかそうじゃないことが愛されることにつながったり、やっぱりそういうありのままの自分を愛してくる男性っているっていうことなんですよね。なんか万人受けしたかったらそっちでいいと思うんですけど、ね、あ、なるほど、うんうんうん、でも一人を見つけたいんだから、うん、自分も一人を見つけたいから、たった一人の女性って言ってくれる人じゃないと結婚はしたくないですよね。どっちがいいかってことですよね。そう、だから時期があると思うんで、うん、モテたい時期もあれば、この人って決めたい時期もあると思うから、自分で決めていけばいいと思いますよ。なるほど。まあでもなんかいずれにしても、そうやって夏子さんがたくさんの人と会って、あのいろんな人とお話ししたこの経験があるからこそ、96人目の男性と会った時にこの人だって思えたのかなっていうのもちょっとあるのかなって思ったんですけど。いや本当にそうです。あ、そうですか。なんだろう、いろんな人と出会っていく中で、うん、あ、私は自分が楽しいって思える人が必要なんだなって学んだりとか、うん、あ、なるほど。だから条件じゃなくて楽しいかどうかを集中して考えたりとか、あとは会ってない時も安心させてくれる人。なるほど。いや、いいですね。いや、勉強になります。ありがとうございます。そっか、だからそのためにもやっぱり自分は今どう感じているのかな、自分の心がどう感じているのかなって、相手がどう思ってるかなっていうことにフォーカスするのではなくて、自分は今楽しいのかなとか、どういう心でいるのかなっていうのをやっぱこう読み取るっていう、やっぱりそういう練習も必要ですかね。もう一番大事だと思います。なるほど。そうですね。じゃあ、ね、いろいろもお話ももっと聞きたかったんですけど、早いですね。もうちょっと1時間、はい、経ってしまったので、今日はですね、この辺でちょっと終わりになってしまうんですけど、今日ですね、いろいろ夏子さんのお話を聞かれて、もう私恋愛こじらせてるんですとか、いい加減幸せな恋愛がしたいんですとか、ね、でもどうしていいかわからないんですっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、夏子さんのカウンセリングをね、受けていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけども、
一応千葉夏子さんって検索ネットでですね検索していただければあのブログが出てきますのでそこからお問い合わせいただければ夏子さんがですね直接あのお返事をくださるそうなので、はいはい、幸せな、ね、恋愛がしたいってことはですね興味があればぜひあの千葉夏子さんで検索していただければと思います。はい、ではちょっともう今日早いんですけど、はい、終わりの時間になってしまいましたの で、ですね、またぜひよかったら出てみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では今日は、ありのままで愛される自分になるための恋愛カウンセラーの千葉夏子さんにお越しいただきました。夏子さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ですか。どれをどこから？これ青い線を抜いていただいて。夏子さん、ありがとうございました。あれ聞こえないです。あ、音量ですかね。あ、音量か。すごい新しいやつはないんですね。なんかどっかありそうなんですけど。ねえ、どこなんですかね。すいません、僕も Windows しか持ってないので。私は Mac なんですけど、ボタンがあるんですよ。すいません。いや。じゃあ夏子さん、後で LINE で、はい。じゃあ一旦これは切らせてもらいますね。はい、ありがとうございました。これ退出した方がいいですか？そうですね。ではあのツイキャス YouTube も止めておきます。はい、じゃあまた後で LINE します。どう、はい、失礼します。